そうですね、立ち上がりからアイスバックスらしいプレーができて、1ピリ2ピリ、まあ、0-0 でしたけども、アイスバックスらしい攻撃ができていて、まあ、3ピリどう反撃するかっていうのが課題だったと思うんですけども、まあ、ちょっとした油断で失点してから流れが悪くなって、そのままずるずる4-0で負けたという結果になってしまいました。そうですね、まあ、年明けからパワープレーの練習を多くやってきたんですけども、やっぱりもうちょっと話し合いだったり意思疎通が必要だなと思ったので、やっぱりスペシャルプレーは、まあ、何度もチャンスあったら1点は絶対取らないといけないと思うので、明日の課題だと思います。そうですね、まあ、1点目はちょっと対応できないところがあったんですけども、あと PK で簡単にパスを通されて最終的に綺麗に決められてしまったので、PK も明日ミーティングが必要だと思います。そうですね、年明け一発目のそのアウェー開幕戦、2連敗は絶対できないので、必ず明日帰って日光へ戻りたいと思います。よろしくお願いします。